第4世代のアンバサダーヒンドースタンアンバサダーは、インドのヒンドースタンモーターズが1958年から2014年まで生産した自動車で、インドの国民車として知られる。インドではどこでも見られた光景。タクシーはほとんどアンバサダーだった。チェンナイ中央駅前。ベース車はイギリスで1956年に生産が開始されたモーリス・オックスフォードシリーズさんで、 その生産設備ごと、ヒンドースタンモーターズに売却され、1958年より、インド国内で生産が開始された。元の設計よりも地上高が高められていることや、構造が単純であるため修理が簡単であったこと、パーツが安く豊富に揃えやすいことなど、インドの国内事情や道路状況にうまく対応していたため、普及が進んだ。 インドでは輸入車への関税が効率であったため、タクシーを含め自動車はアンバサダー一式となった。しかし、その後インド経済の活性化とともに、アンバサダーは古い植民地時代のインドのシンボルとして若い世代から敬遠されるようになり、輸入制限の撤廃と同時に売れ行きが急減した。2011年にはタクシーへの利用が禁止され、 その後も政府機関の購入は続いたものの、大気汚染の一員ともされその環境性能の悪さや安全性の低さもあり、2014年に製造中、良される。晩年のアンバサダーはわずかにマイナーチェンジが施され、最終年のモデルにはイスズ製のエンジンが搭載された。首相官邸の白いアンバサダーの行列は、インドのシンボルともなっていた。タクシーは、 黒と黄色に塗色されたものが多く、コルカタなど、古い街では今なお多く見かけるが、路上のあちこちで故障し、修理している風景を目にすることができる。製造中止後も、自動車の使用期間の長いインドでは、当分見ることができる。2017年2月には、フランスの自動車大手グループ PSA に、1月に提携したインド財閥 CK、ビルラグループの自動車メーカーである。 ヒンドースタンモーターズからアンバサダーの商標権などが移譲された。譲渡額は8億ルピーだった。PSA は CK ビルラグループとの提携で1990年代に一旦撤退したインド市場に再参入することが発表され、タミルナド州に1億ユーロを投じ、車両製造工場の建設を計画、同グループの部品メーカーとのエンジン生産も手がける。 PSA は知名度の高いアンバサダーのブランド力を利用するのではと推測され、当初は10万台の生産能力を見込む。AB 日本経済新聞インド国民社、フッツ PSA が商標権、取得2017年2月15日23時5分、ハット ABCD 海外自動車市場レポート。 ヒンドスタンアンバサダー市場レポート画像ヒンドスタンアンバサダー1959年1月日本経済新聞グループ PSA インド再参入を発表コラム2017年1月27日22時9分ありがとうございます